で、もうちょっと急に、まずジョグモードの話からしようかな。はい。ジョグモードの話からしましょう。まず、3つのモードがある。ジョグ、ピッチベンド、あとサーチ、スクラッチと、この3つがあります。で、まずピッチベンドに関してはですね、普通の昔ながらの CDJ モードという感じですね。これの、この併用のところから始めたいとするならば、声が入るところまでこうやってこんなもんかな、4.71 ですね。はい。ここでジェミナイのやつで大事なのがですね、Q を押すんじゃなくて再生をしてください。はい。もうなんかハウトになってんな、紹介じゃなくて再生してください。そうすると9ポイントが設定されます。はい。そうすると。っていう感じですね。はい。これが、ジェミナイの CDJ の特徴になります。これ、パイオニアの人はもう迷わず Q を押しちゃって、で、元に戻っちゃうみたいな、あれみたいな感じになっちゃいますけど、一時停止を解除することによって、そこのに9ポイントがアサインできると。で、用のところにするんだったら、これで、一時停止を押す。はい、そうすると、っていう感じですね。はい。あ、サウンドバイ KD です。勝手に使わせてもらってます。すいません。はい。っていう感じですね。で、今度は、サーチ。サーチに関しては、早送りです。こういう感じで、ドワーッと早送りできます。はい。バーッと。はい。言ってもそんな早送りにならねえな、これ。うん。まあ一応こういう感じで早送りですね。はい。で、点滅。まあサーチに関してはいっぱい飛ばしたい場合は、サーチにしてわーっと回してください。はい。これも早く回そうが、限界はありますからね、スピードに。はい。あんま回しすぎると壊れますからね。